前回は BMW モトラッドの R1250GS の試乗レビューをお届けしましたが、スタンダードモデルに乗っておいてアドベンチャーに乗らないわけにはいかないだろうということで、今回は前回に引き続き BMW モトラッドの R1250GS アドベンチャーの試乗レビューをお送りします。スタンダードモデルとこのアドベンチャーの大きな違いは、まずタンクが大幅に大容量化されて30リットルとなっていること、そしてこのウィンドプロテクションがロングツーリング用に強化されているということ、その他ですね、あとはフロントブレーキのキャリパーなども違いましたかね。あとハンドルバーの高さも違うということなんですが、今日試乗している個体はローダウン仕様ということで、2センチほどリンクによって車高が下げられており、プラスシートの調整によって2センチ下げられているということで、おそらく高さ調節のためだと思いますが、私が乗って見ている限りはですね、ハンドルバーはライザーによって持ち上げられているということはなさそうなので、もしかしたらですね、ハンドルバーに関しては一般的な仕様とローダウン仕様ではちょっと違うのかもしれません。あとですね、今回も、このような車両ですので、時間があれば林道なども走りたいとは思ったんですが、今回試乗している個体はタイヤがブリヂストンのバトラックスアドベンチャーということで、アドベンチャーモデルに装着するタイヤではあるんですけれども、ダート性能などはどうやらですね、タイヤの面構えを見るに考慮していないようなんですよね。なので今回は主に高速道路とワインディングのレビューをお届けすることになろうかと思います。前回はいつもの高速道路と峠道を走ったわけですが、本来、同じルート走った方が違いが分かりやすいとは思うんですけれども、今回はですね、絵面が変わらないのもなんだということで、東名高速を通ってですね、そして久しぶりに箱根スカイライン、芦ノ湖スカイラインを、天気もいいのでね、走ってみたいと思っています。それでは今回試乗した BMW モトラッドの R1250GS アドベンチャーの外観とスペック、装備などをざっと確認していきたいと思います。今回試乗したのはラリーというカラーリングで、ローダウン仕様となっています。ローダウン仕様のホイールベースは 1530mm で、全長は 2190mm、全幅は 980mm、全高は 1490mm、車両重量は 281kg となっています。前後サスペンションは BMW お得意のフロントテレレバー、リアパラレバーの組み合わせで、サスペンションストロークはフロントが 210mm、リアが 220mm となっています。エンジンは可変カムシャフト機構を持つ空水冷4ストローク DOHC 水平対向2気筒8バルブエンジンとなっています。ボアストロークは 102.5mm×76mm、 総排気量は 1254cc、 最高出力は136馬力7750回転、最大トルクは 143Nm、 6250回転で、圧縮比は 12.5 となっています。またこのアドベンチャーでは、タンク周りのパイプガードとエンジンガードが押し出しの強い外観を生み出す一つの要因ともなっており、これがデザイン上のアイコンともなっています。エンジン自体をメインフレーム、車体の強度メンバーとして積極的に活用する構造となっており、リア側のフレームはご覧の通りスチール製のトレリス構造のパイプフレームとなっています。エンジン後半トランスミッション部分を取り囲むフレームはシンプルかつコンパクトな設計となっており、車体全体の軽量化にも貢献しています。フロントテレレバーの外観はパッと見一般的なテレスコピックフロントフォークと変わるところはありませんが、エンジンにピボットを持つ強固な A アームがフロントフォークにストレスを与える様々な荷重をがっちりと受け止める革新的な構造となっています。フロントフォーク自体はサスペンションとしての機能は持っておらず、奥に見えるリアと同じような外観のショックアブソーバーがその役目を担っています。また作動性がとても良いというのもこの形式のサスペンションの大きな特徴であると思います。一方リアパラレバーの外観はこのようになっています。長いスイングアームの中をドライブシャフトが貫通しており、長距離長時間のメンテナンスフリー化を実現しています。またシャフトドライブ方式特有のトルクリアクションを抑える構造となっています。車体反対側から見るとこのサスペンションが肩持ち式であることがわかります。
またチェーンと異なりオイルが飛散することもないので長期間クリーンな外観を保ちやすいというのも特徴の一つだと思います。前後ショックアブソーバーはダイナミック ESA 電子制御式となっており、特に近年のモデルでは前後ともにサスペンションの動きがとても良くなっています。フロントブレーキはフローティングダブルディスクとなっており、ローターの径は 305mm、 ブレンボ製のラジアル4ピストン固定式キャリパーを採用しています。ギアは 276mm 径のシングルディスクブレーキとなっており、こちらもブレンボ製のダブルピストンフローティングキャリパーを採用しています。フロントブレーキ操作時には前後連動して制動力が発生し、リアブレーキ操作時はリアのみが作動する前後連動式のブレーキとなっています。左右のステップはR1250GS のスタンダードモデルと同様でダート走行に適したワイドタイプとなっています。ワンタッチでブレーキペダルの高さを変えられるのも同様です。また現行モデルではアップダウン両対応のクイックシフターが標準装備となっています。タイヤサイズはフロントが 120/70R19、 リアが 170/60R17、 今回試乗した個体はブリヂストンのバトラックスアドベンチャーを装着していました。TFT のカラー液晶やスマートフォンとの連携が強化された装備品はスタンダードの R1250GS と変わるところはありません。独立した手元のスイッチでサスペンションのセッティング、ライディングモードの変更、グリップヒーターの操作などができ、このあたりの操作性もスタンダードモデルと同様です。メーターパネル右側のノブを回すことにより、ウィンドスクリーンの角度、高さを無段階で調節することができるようになっています。こちらはアドベンチャーということで、ウィンドスクリーンがかなり大型化されています。またメーターパネル下側両サイドにはウィンドディフレクターが標準装備となっており、これが良好なウィンドプロテクション性能に大きく貢献しています。今回試乗した個体はノーマルのサイレンサーが装着されており、その外観はご覧の通りとなっています。サイレンサーの開口部はご覧の通りデュアルとなっており、上質かつスポーティーなサウンドを奏でます。燃料タンクはスタンダードモデルプラス10リットルということで30リットル容量となっています。この巨大な燃料タンクがアドベンチャーの外観上の最大の特徴とも言えるでしょう。かなり押し出しの強いデザインですが、ライダーがニーグリップする部分はスリムに絞り込まれているので、実際に乗車するとスタンダードモデルと乗車感はそれほど変わりません。タンク上面にはご覧の通り小さいながらも小物入れがあり、スタート走行時ポケットに入れているとスマートキーが邪魔になる場合はこの部分に収納することができるようになっています。灯火器類は全て LED 化されており、特にヘッドライトはモーターによってユニット自体を動かすことができるアダプティブタイプとなっています。またコーナリング時は IMU からの情報を受け取り適切な方向を照らすように設計されています。日本仕様はシートヒーターを持つ前後セパレートタイプのシートが標準となっています。シートポジションはハイ・ロー2段階の切り替え式となっており、ローダウン仕様ではかなり足つきは良好だと感じました。でこの R1250GS アドベンチャーに実はですね、後方車の入れ替えという形でスタンダードモデルから地下駐車場で乗り換えたんですよね。パッと見ですね、こんなに大きなタンクのバイクを普通に運転できるのだろうかと思わせるぐらいの、タンク周りはボリューム感があって、それプラスね、こうやって強化されたウィンドプロテクションや、そのタンク周り、そしてエンジン周りのパイプガードなども追加されているということもあって、かなりこのアドベンチャー大きいんですけれども、実際にですね、またがって走り始めてみるともうあっけないなというぐらい、実はスタンダードモデルと乗り味の違いというのはないんですよね。かつてはですね、 GS のスタンダードモデルとアドベンチャーの乗り味っていうのは、なんといってもね、タンクがかなりどのモデルも歴代のアドベンチャー大きかったんで、車体の安定性とか挙動もかなり違ったという記憶があったんですが、現行のこの R1250 の GS とアドベンチャーに関してはもうあっけないというぐらい、それぐらいですね、乗り味の違いは少ない、小さいということをまず最初に言っておきたいと思います。あとこういったね、人気のあるアドベンチャーモデルに関しては、日本人の体格に合わせてローダウン仕様が用意されることが多くて、そのどれもがですね、おそらくスタンダードモデルの方が、乗り味というかね、ハンドリングは良好であろうなと感じることが多いんですが、
今日乗っている R1250GS アドベンチャーに関しては、まあ、スタンダードモデル、まあ、先日まで、ね、乗っていたんでそれとの比較にはなりますけれども、スタンダードモデルともそんなに変わらないかなという感じで、まあ、この辺りの、ね、ローダウン仕様のまとめ方もとてもよくできていると思います。これに関してはですね、私はむしろちょっとバランスがいいなと感じるところもあって、というのはですね、先ほども言った通りタンクが大きくなっているんで、どちらかというとこのタンク周りバイクの上の方が少し重くなっている。それに対してですね、人間の着座位置が下がっているんで、これによって重心が高くなったという影響がキャンセルされているというか、相殺されているというか、もうそんな感じもしていてですね、このアドベンチャーのローダウン仕様に関してはかなりバランスがいいなと感じています。そしてね、車両の重量も確か280キロぐらいあったと思うんで、体格には自信がある私でもこのバイクをちょっとぐらつかせたら支える自信がないということで、まあそれもあってね、今乗り始めなんでシート低い位置にしてますけども、で私がこの状態で着座すると膝がですね結構曲がってるというか、余裕がある状態で、まあ、両足べったりつけるということで、安心感もねこの状態だとかなり高いと思います。でこういった大型のアドベンチャーモデル、どうしても車高がねということで敬遠されている向きも多いと思いますが、この GS のアドベンチャーに関して言うとですね、ローダウン仕様がお店などにね展示されていれば、ぜひまたがってみることをお勧めしたいと思います。そして上半身はというと、これに関してはですね、そうですね、先日まで乗っていたスタンダードモデルとこのシートが低い位置のポジションだと、ハンドルバーがですね1本分高いのかなという気がしないでもないですけれども、もうほぼ変わらないと言っても良いのではないでしょうか。ライダーの上半身の前傾度は完全な直立ではなく、身長約180センチの私が着座してハンドルバーを握るとごくごく軽く 1,2 度ですかね、上半身は前傾しているという感じで、まあ、この R1250GS アドベンチャーは本気になれば相当速いバイクですから、上半身の前傾度はせめてこれぐらいあった方が適切なのではないかなと私は感じます。あとこのアドベンチャーがスタンダードモデルからパッと乗り換えてもあっけないぐらいに違和感が少ないと言いましたけれども、その大きな要因となっているのがこのタンクの造形ではないかと思います。真正面もしくは真後ろから見るとタンクの上面がかなり横に広がっていて、これがですねこのバイクの押し出しの強さにつながっているんじゃないかと思うんですが、一方ですねこのタンク周り、ライダーが2グリップするタンク周りというのはかなり絞り込まれていて、まあ、スタンダードモデルと比べるとさすがに若干こう太いというか幅広かなとは思うんですけれども、それほど極端ではないと。過去のモデルの中にはタンクの造形がスタンダードモデルと全く違うねというモデルがあったように記憶しているんですが、この現行モデルに関してはこのライダーがね2グリップするあたりはスリムに作られているので、これも違和感の少なさというか、ちょっとね押し出しの強い特殊な大型バイクに乗っているという雰囲気を乗ってからはねかなり緩和してくれているのではないかと思います。で次にですねライダーの足元ですけども、まあこれもですね先日のスタンダードモデルとあまり変わるところはないと思います。今ステップから真上に足をそのままねシートに向けて真上に持ち上げているんですけども、まあ、私でもこう楽に10センチぐらいは上がるんで、膝の曲がりも相当余裕がある、ゆったりしているといった感じです。ただこうして乗っているときつくはないんですけれども、そんなにこうガバガバに余裕があるかという感じもなく、まあ、こういったね大型バイクを操るのに適切な、まあ、適度なそのタイト感といいますかね、そういったものも足元にはあって、まあ、ローダウン仕様というかね、今シートの位置を低くしていますけれども、その割にはですねこういったライディングポジションもよくできているなと思います。で東名高速この辺りからね少し曲がり始めますけれども、まあ、先ほども言った通りねスタンダードモデルと本当に乗り味変わらなくて、その辺りはねとてもいいなと思います。タンク容量が30リットルあって今満タン状態ですから、まあ、わずかにですねタンク周りの、まあ、スタンダードモデルと比べてということですけども、まあ、重たさは感じるかなという気がしますね。このように車線変更した時のその倒れ方がね少しやはりスタンダードモデルよりは
早く倒れるようなところがあって、まあ、これがねタンク周りの重たさかなという気がしています。またタンクの周りにはねアドベンチャー特有のパイプガードが張り巡らされていて、それプラスねエンジンガードもありますんで、まあ、やはりねそのタンクだけではなくそのパイプガードも含めてね結構重さ車体の上の方のね重さ増してると思うんですよね。まあ、その影響かなとは思いますけれども、それでもね怖くなるほど倒れてしまうというようなことはないので、まあ、このあたりもね乗っていても安心感はかなり高いなと思います。このアドベンチャーの場合はさっきも言った通りタンク周りというかね車体の上の方が少し重たくなっているので、それを積極的にねこう利用することによって、まあ、よりねスポーティーに走らせることも可能なのではないかと思わせるぐらい、まあ、そんな感じでね、よくできているなと思います。これは先日のスタンダードモデルの時もコメントしましたけれども、このようにまっすぐ走っている時っていうのは本当にビシッとまっすぐ走ってくれて、そしてですね車線変更の時とかはものすごくスピーディーにというか軽くこう左右に動いてくれるんで、何よりもねこれだけ押し出しの強いモデルでありながら運転するのがとても楽なんですよね。これもこの GS アドベンチャー現行モデルの大きな特徴ではないかと思います。この80キロ台から6速トップギアのままこのように大きく開けると、もう本当にね100キロぐらいまではあっという間に到達するという感じで、まあこの水平対向2気筒エンジンにスポーティーなイメージを持っているという方がどれぐらいいるのか分かりませんが、実際走らせてみるとこのエンジンは本当に扱いやすく、その扱いやすさと先ほども言った車体の安定性、そして運動性の高さがあるがゆえに結構速いんですよね。まあ、こうして乗っていてもですね、今当然自重していますけれども、スロットルを大きく開ければね、こういったトラックの集団から抜け出すことも簡単にできるといったような性能を備えています。で今走行モードはね、4種類変更可能なうちロードで走っているんですが、このようにですね6速トップギアでスロットルを、ね、開け閉めしてもスタンダードモデルと、まあ、若干重たさはね感じるには感じるんですけども、実際にこう前への出方、加速の様子とか、このフロントのねテレレバーのフォークを伸ばしながら加速していく様子っていうのはほぼ変わらないと言っても過言ではないと思います。2気筒エンジンとしては、ね、かなりパワフルなので、そんな中でね多少こう装備品のね重量が増えて車体重量が増したとしてもあまり関係ないんでしょうね。先日まで試乗していたスタンダードモデルはアクラポビッチのオプションのサイレンサーが装着されていましたが、今日はスタンダードということで、こう開けるとですねアクラポビッチの方が少し乾いた感じのような、こう弾けるようなパンパンとしたような感じの音が聞こえていたのに対して、このスタンダードのサイレンサーは少しくぐもったような湿ったような音がしています。ただこうして乗ってみるとですね、アクラポビッチがついているモデルとこのモデルとでそんなに大きな違いも感じられないので、まあ、サイレンサーはねデザインさえ問題ないと思うのであれば、スタンダードのままでも良いのではないかと思います。こんな感じでね、興味がある方は前回のね R1250GS スタンダードモデルの試乗レビューを見て音を比べてみていただければと思うんですが、こんな感じで少しね湿った感じの乾きが少ない感じの音が聞こえてきています。タンクがかなり大容量化してるんで、こうスロットルをねパカッと開けた時のそのテレレバーのフォークを伸ばす様子とかも若干影響を受けるのかなと思ったんですが、それも全く変わらない。ただそうですね、先ほどから様々な走行モード、今ロードに戻しましたけど試していますが、強いて言うのであればやはりですねこのタンク、大きなタンクと、まあ、パイプガードなど装備品の重量が主にフロント周りに増しているんで、フロントタイヤの接地感がアドベンチャーの方が若干強いかなという気がしないでもないです。増した重量によってフロントタイヤをこうグリグリと路面に押し付けている感覚は強いかなという気がします。こういった微妙なフィーリングの違いというのはもしかしたらタイヤとホイールの違いも影響しているかもしれません。今回試乗しているアドベンチャーはスポークホイール、 BMW お得意のクロススポークホイールに
先ほども言った通りブリヂストンのバトラックスアドベンチャー、ほぼオンロード専用タイヤだと思いますが、それを装着しているということで、まあ、もしかしたらね、この接地感、特にフロント周りが接地感強いなと感じる違いというのは、このタイヤとホイールが影響している可能性もなくはないと思います。でこのバトラックスアドベンチャーに関してはさすがにですね、ダート走行、未舗装路での走行を考慮していないというような面構えとなっているので、ことこういったオンロード走行においてはやはりね、タイヤのパターンから言って走行感覚がスムーズだなと感じます。ちなみに BMW の担当者の方に伺ったところでは、おそらくですね、このアドベンチャーにおいても先ほどのミシュランのアナキーアドベンチャーが装着されている個体とブリヂストンのタイヤが装着されている個体があるのではないかと、まあ、そのどちらがね、オーダーした時に自分の手元にそのどちらが来るかは選べないんですけれども、まあ、タイヤによるね、違いというのは結構あるかなと私は思います。こうして高速道路を走っていて最も強く感じるのがウィンドプロテクションの大幅な強化です。このスクリーンがね、かなり横幅も増して、あとですね、先日のスタンダードモデルはこの肩の部分がこう切り落とされたようなデザインとなっていたと思うんですが、アドベンチャーの場合はここもね、かなり横幅が広がっているということで、ウィンドプロテクションはね、相当違うかなと思います。今これは確か一番立てた状態でしたね。今スクリーンを一番立てた状態でウィンドプロテクションを感じてみると、そうですね、高さに関しては先日のスタンダードモデルと変わらず結構走行風を跳ね上げてくれていて、上方向はですね、走行風は私の体格だとヘルメットのブランドのマークあたり、シールドの上といいましょうかね、そのあたりまで跳ね上げてくれています。これはスタンダードモデルと大きく変わらないんですけれども、横のウィンドプロテクションですね、今だいたい90キロぐらいで走行していますけれども、そうですね、走行風を感じるのは私の肩口というか肩の外側ですね、それぐらいまで走行風を避けてくれているので、ウィンドプロテクションは相当優秀だなと思います。メーターパネルの方からこのタンクにかけて半透明のウィンドディフレクター、これがね、結構手元のウィンドプロテクションに効いているんですよね。このあたりもね、まあ、アドベンチャーモデル、まあ、実質的にはロングツーリングモデルと言っていいと思うんですが、よくできているなと思います。でもうすぐ御殿場なんでね、少しエンジン回してみたいと思います。今5速だったんですが4速、はい、まあ、さっきよりもね、スタンダードサイレンサーの音がよく聞こえるんじゃないかと思います。もうちょっと回してみましょうか。これ3速ですね、だいたい5000回転から6000回転ぐらい。まあ、こうして回してみてもやはりそうですね、少しこう音質はおとなしいというか、ちょっと湿った感じ、消音が効いているという感じの音になっていて、そうですね、これはこれで私としては音質的にも聞き疲れしなくて良いのではないかなと思います。まあ、それにしてもこのエンジンよく回りますね。水平対向2気筒なんで、もちろんバランスはいいわけですけれども、まあ、最近はね、その燃焼室の設計やエンジンの制御技術が進んでいるんで、本当によく回る。で先日も言った通り、やっぱりエンジンの回転数に応じてキャラクターが変わるっていうことはあまりなくて、まあ、どの回転数でもフラットに伸びていくというキャラクターなので、まあ、それがね、扱いやすくもあるんですが、ただ私のように古い OHV の GS を楽しんでいる身からするとですね、ガシャガシャしているところもあるし、低回転域では割と振動が多くて、高回転域に向けて振動が収束するというような、その回転数によるキャラクターの違いも味わえる古い OHV の GS と比べると、
エンジンのフィーリングに関してはね、出来すぎてるんで、人によっては若干退屈かなと感じる場合もあるかもしれません。まあこれはね、完全に好みなので、良し悪しとは別問題だと思います。それじゃあね、御殿場インターに着いたんで、高速道路降りたいと思います。今日はね、本当天気が良くて気持ちがいい。久しぶりに箱根スカイライン、芦ノ湖スカイラインを走ってみたいと思います。走行モードはね、せっかくですからダイナミックにしましょうか。はい、今ダイナミックに変更しました。今日はね、富士山がすごい綺麗に見えるんですよね。反対方向なので、帰りにね、その姿をお見せできるんじゃないかと思います。